濃い茶色の部分は共和国直轄地。共和国直轄地は、タジキスタンの一地域。主婦は、首都のドゥシャンベで、人口は2008年の時点で160万6900人。総面積は2万8400平方キロメートル。アムダリア側の支流のバフシュ川が流れ、北にはギッサール山脈とゼラブシャン山脈が、南には7600メートルを超えるダルバズ山地がそびえている。 冬は非常に厳しく、10月から5月にかけて雪が見られるが、カエデ、生ナナカマド、リンゴ、梨、クルミなど、寒さに強い木が植わっている山腹の森は枯れることがない。果樹園では、リンゴや梨の他にも桃、サクランボ、クワのみ、アプリコットを栽培している。小さく丈夫な品種の牛馬も飼っている。1955年にガルム州が廃止されたのに伴い組織された。 直轄地は1十3地区に分かれている。ここでは、西の地区から順に紹介する。紹介順と地区名は、タジキスタンの行政地図と、地区別の統計年間を参考にした。トゥルスンゾダ地区、シャーリナウ地区、ギッサール地区、ギッサール、ルダキ地区、バルゾブ地区、バルゾブドシャンベバーダト地区、ファイザーバード地区、ログン地区、ヌーラバード地区、ラシュト地区、タビルダラ地区、タジカバード地区、ジルガトール地区、 ありがとうございます。